紅白の扇と赤と白の紙テープを使ってケージの周りを飾ってみましょう。紙テープが絡まないように紙テープホルダーを作って引き出せるようにしてあります。赤と白の紙テープを重ねたら、それをくるくると輪っかにしていきます。小さい輪っかからだんだん大きくしていきます。好みの大きさになったらホッチキスで留めます。そして、端の部分を長く残して切り取ります。ホッチキスのところを壁に留め付けます。そして残った長い部分を形を整えながら壁に貼ります。直線的に貼る場合は、赤と白のテープを少しずらして貼っていきます。角のところはくるりと曲げておきましょう。これをピンと引っ張って、必要な長さにカットしたら留めます。バランスを見ながら扇をあしらって、最後に紅白のテープの微調整をして出来上がりです。作品の周りを実際に飾ってみましょう。バランスを見ながらテープを貼ったり扇を貼ったりしていきましょう。タイトルは中心になる文字から貼っていきます。こうするとバランスよく貼ることができます。作品の周りをお正月らしく飾ることができました。